写真のです。大阪都構想についてですが、昨日は新馬場代表がネット番組でですね、3度目の住民投票に挑戦すべきだという考えを示されました。その発言に対する受け止めと、現時点 の共同代表お考えをお聞かせください。大阪都構想に関しては維新の議員それぞれ深くまた強い思いを持てるメンバーが多いというふうに思います。僕自身も実際当事者として2回目の住民投票もある意味2枚看板になりましたし、大阪都構想に対して強い思いを持っている仲間も多くいます。馬場代表もネット番組の中であくまで個人的な意見だということを注釈した上で、個人的な意見だという意味での馬場代表の考え方だと思います。統治機構改革が重要なことであることは間違いないし、と思います。ただ、僕自身でいくとやはりまずは今先ほどの質問もありましたけれども、世界的なプロジェクトイベントである万博が10ヶ月後に迫っていますから、そこに注力すべきだと、万博の成功に向けたところに注力すべきだというのが今の僕の考え方です。しかもその万博というのは公約で掲げてますので、やはり選挙において公約に掲げた三本柱というのは万博の成功と高校事業料の完全無償化と埋め木田と福祉一体の成長戦略、この3つを僕の公約の三本柱として掲げました。そのうちの柱の一つが万博の成功ですから、その万博が10ヶ月後に迫っている、そして世界の周りに世界の皆さんが来る極めて重要な他プロジェクトと、そして世界的イベントがここ大阪で行われますので、しかも10ヶ月後に開催されますから、そこに万博の成功に向けた注力をすべき時期だと思っています。もう一点、すみません、今はその万博に注力すべきだというお考えということですけれども、その馬場代表同じくですね、その住民投票の形式について、大阪市民から大阪府民に、投票権者を拡大すべきじゃないかというような考えも合わせて示されていたんですけれども、こうした考え方についてはどのように見ていますか。そこもさまざま意見はあると思いますけれども、やっぱりちょっとここは慎重に議論した方がいいと思います。慎重に検討した方がいいと思います。というのもやはりもちろん僕も聞くんです、大阪府民になぜ住民投票がないのか、やっぱり大阪を全域にも関わることなんだから、大阪府民にもやっぱりこう意見する機会があるべきじゃないかっていうのは、前回1回目も2回目も住民投票の時もありました。それはやはり府民の皆さんの中ではやっぱり自分にもさまざまな意見があるんじゃないかという意見があるのは事実だと思います。ただ最終的にいろんな形で意見を聞くというのはあったにしても、最終的にじゃあそれを決定する決定権は誰にあるのかっていうのを考えたときに、やはりその都政を引くというのは政令市を廃止して都政を引くわけですから、大阪市民に一番大きな影響があるよねということで、法律が大都省ができたという経緯もあります。その経緯に基づいて我々は2回住民投票をやりましたから、じゃあそれの正当性はどうなんだという議論にもやっぱりなると思いますし、やはりここは慎重に、検討した方がいいと思います。